さて残りの時間、大変言いにくい質問なんですが、外務大臣に質問をしたいと思っております。内容につきましてはもう結構です。北京にあります日本大使館、この移転をめぐる中国との密約という問題についてお伺いをしたいと思います。実は北京の日本大使館、これ約70億で今回新築工事ができました。そして昨年7月に建物が完成をいたしました。そして8月、実はこの建物、中国側に建築確認の申請をしたら中国側からダメと言われました。なぜかというと、申請にない一部の増築があったということで中国側からダメということを言われました。ダメと言われたので、これ実は古い今の大使館は毎月家賃が2000万以上かかっています。ですから移れば移るほど税金がどんどん失われていく。一生懸命移りたいと思ったんでしょう。外務省はどうやったらこの建築確認がおりますか、これを中国側に聞いたら中国側は何て聞いたかというとですね、普通だったら建物の中のここを直す、この申請を直せば建築確認を下ろします。これが常識じゃないですか。中国から来た内容というのは昨日外交部会で確認しましたが、日本にある北京、東京の今、大使館の公邸を作りたい広い土地、あるいはさまざま問題になっている新潟の領事の土地、名古屋の領事の土地、ここについての便宜を図ってくれれば日本の大使館の建築確認について配慮する、これを昨日の話では口頭と文書で言われたと。そしてこれに対して日本政府はどうしたかというと、これは大臣の許可も得て今月1月19日日本大使館の工場所という形で国際関係の法規、そして国内法にもっとり対応すると、逆に言えば配慮するということを工場所で日本政府が出したと。そしてその2日後に建築確認が下りてめでたく引っ越しできましたと。私のところにはめでたく引っ越しできましたって話が来なかったんです。この工場所の話は知らなかった。報道で聞いたんでまさかと思って聞いたら、いや出しましたと。これっていうのは構図から言うと外務省が建築確認でミスを犯したこと、これを中国側に尻尾をつかまれて、そして日本にある住民が反対しているさまざまな土地、こんなに領事館作るのに土地いるのかっていうその指摘に関して外務省として配慮するということを文書で出したということになりませんか。私言ってみればこれ日本政府が中国側の政府ぐるみでハニートラップにかかったんじゃないかと。この工場所の有無と中国側の要求について外務大臣にお伺いします。現場外務大臣。これは在中国大使館事務所の移転手続きにかかる調整の過程で、中国側から在日高官建設、施設の建設について、日本側の協力を得たいというふうに要請があったということです。で、我が方は一貫して、我が方在中国大使館事務所の移転と、中国側の在日高官施設の建設とは別問題であると。の立場を維持した上で、中国側の要請に関しては我が国として関連の国際法に従い中国国内法令の範囲内で協力するという、まあ、いわば他国に対するものと同じ立場を表明をしたということであります。でその際中国側から日本側の立場を文書にしてもらえないかとの依頼があったため、工場所にして中国側に伝えたということで、あります。でなおですね、ご存知のように、このウィーン条約等でですね、中国に限らず、在日外国高官の整備の問題については、我が方としては関連の国際法に従って、接受国として高官の取得等を支援すべき立場にあり、国内法令の範囲で対応してきているということなんですけど、もっとざっくばらんに申し上げますけれども、ですね、これ、もともと2008年の6月なんですね。2008年の6月に、実はその増床工事をする、まあ確かに日本側のミスあったんです。中国側にその時通報しなきゃいけなかったわけです。2008年。
の6月に、本来通報すべきだったのにしなかったというのは2008年の時のミスなんだろうというふうに思います。で、まあ、そのミスにつけ込もうとしたのかどうかはこれは分かりません、分かりませんが、その後なかなか大使館の検査、移転が進まなかったということで、私も大臣になって相談を受けました。で、節目節目で報告があったんで、私からは中国に対して国内の法令を超える対応はすべきではないということと、我が方大使館の移転の問題とこの中国の在日公館の建設問題は別の問題であると、バータはダメだよと、こういう話を指示をしていたということなんです。で、もっと具体的に言うと、土地の話されましたけど、土地の話とかありません。要請はありましたけど、こっちでもうそれはもう別だという話で断って、いますので、結局ですね、他国から求められたらこれも行う内容ですけれども、さっき申し上げたようなことと、結局その在日中国公館の建設工事の請負いに関する中国側の希望に関して国内法令に、日本のですよ、国内法令に基づき可能な範囲で互恵の精神立脚して、協力していくんだと、そういう内容と、もう一つはですね、いや、そんなことないですよ。そういう、あとはその要因の詐称ですね、それだけであって、土地の問題では全くありませんので、そこは誤解のないように、つまりミスにつけ込もうとしたのかもしれないけど、そうはさせなかったというふうに申し上げた方が正しいと思います。小野寺君。すいません、実はこういう工場所を、中国以外の国に今まで出したことがないと聞いておりますし、今回中国に対してこういう工場所を出したことは初めてだと聞いています。ということは、なぜこんな異例なことをわざわざ工場所で出すのか、委員長にお願いしたいのは、ぜひこの日本政府が出した工場所と、それから中国側から要請はこれは文書で来たと言ってますので、その両方を提出いただけるよう理事会の方で協議していただきお願いしたいと思います。理事会で協議いたします。はい、以上で質問を終わります。